配信が。よし。泣いたことだ。弟子と師匠っす。そういうことっす。結局最後は弟子と師匠で決めました。弟子師匠。弟子と師匠で。はい。本当にありがとう。もうだって慎吾さん返してくれるともう信じてましょう。本当にマジ。本当に。正直本当あの繋ごうと思った。テストに繋ごうと思った。もうなんかね、一気にね解き放たれました。最高っす。ありがとうございます。やりました。ナイスです。ありがとうございます。シャッ疲れました。皆さん、俺日本一のキャッチャーになった。監督はここ神戸ではよくやったな。95年の最後セーブとしてマウンドに上がって抑え投手として胴上げ投手になりました。それ以来ここでの胴上げってのはどうですか。おめでとう。もうちょっとゆっくり休みたいですね。ちょっとゆっくり休みたいっす。でも毎試合毎試合が本当しびれすぎて、もう本当にもうすげえいい経験になったんですけど、もう本当にしんどくて、もうでも最下位からの最高日本一、最高。改めて、ありがとうございます。見てたよ。だけど第一見てたよ。あ、見てました。良かったですね、決まって。スワローズファンの皆さん、本当にありがとうございました。本当に熱い、伏線のおかげで、日本一になることができました。本当に、幸せに思います。これからもまたよろしくお願いします。ありがとうございました。やりました。よかった。ゴリンパありがとうございました。僕が勝ってもらってたら嬉しかった。いや、よかった。料理がありがとうございます。あれをなんとか日本シリーズに返せました。よかった。ほっとしました。皆さん応援ありがとうございます。ありがとうございました。もう胃が痛いっす。どうでした。からからから何撮ってんだよ。空撮るやろ。ありがとうございました。ゲスで1点取られたんですけど、はい、日本シリーズゼロで抑えて、はい、まあ、日本一になれたんで、チャラかなって感じします。ありがとうございます。石山さんのおかげで僕はやってきました今年。だから師匠師匠、ありがとうございます。ありがとうございました。最終戦でバント決めれました。最後っす。投げなくてよかったです。明日投げる予定だったんで、明日なくてよかったです。いや、でもおめでとうございます。ありがとうございます。ナイスピッチングした。ありがとうございます。次は勝ちたいですね。まだ来年もね。はい、それはまたじゃあ来年で、はい、勝ち投手になりたいです。まだ来年も、はい、ありがとうございます。たまたまよかったよ。はい、よかったっす。大事だよ、見てたよ。まあ、まあ、大事だもん。嬉しかったっす、本当に。おめでとう。はい、ありがとうございます。ではまた。はい、まあね、うん、でこんなしんどい試合ずっとやってたので、うん、もう早く楽にさせてあげたいなと思って頑張りました。じゃあまた来年も。来年も頑張ります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、それ回ってんの今。回ってますよ。大変だ。回ってるよ。大変だな。これ大変だ。やべえ、ゴーグルない。これあげるよ、シン。俺部屋に1個持ってる。あ、ます、うん、充電してあんのこれ。はい、充電してあんの。充電しました。しかし、はい、よかったね。はい、
いい言葉がなかなか思いつかなくて監督として恥ずかしいけど、でも本当にこう心から喜べた瞬間でした。瞬間でしたって言ったらあれだけど、もう苦しかった分すごく嬉しいです。みんなおめでとうございます。